ちは、かよです。今回はいつも私がね最近やっている髪の毛の巻き方、ウェーブ巻きのやり方を紹介しながら朝の準備をやっていきたいと思います。まず私がね最近使ってるのがこのコテです。このコテすごいいいかって言われたら、別にそんな紹介してこれ使ってくださいっていうほどではないんですけど、今ね使ってるのはこのやつです。なんでね、まあ微妙かっていうと、いいのか悪いのか、このバージョンとこのバージョンと2つ使えるので、どっちかで使ってる時に引っかかるんですよね、使ってない方の部分に。そうだから、ウェーブ巻きをする時はストレートアイロンを使うので、ストレートアイロンのみのアイロンの方が引っかかったりしなくて使いやすいかなと思います。私クレイツっていうアイロンが大好きで、それがね今すごい欲しいんですけど、クレイツのストレートアイロンねおすすめです。それが一番いいと思います。はい、まだ私も買ってないんですけど、今度買いたいなと思ってます。じゃあこのね今あるやつでやっていきたいと思います。でやり方的にはすごくこだわったことはしてないんですけど、ちょっと取って、ただこうクイックイックイックイってやるとこんな感じになります。でまあ本当にねまばらに作っていくんですけど、まあ、ポイントとしては、あの焦ってね大量にあの毛束を取ってやると、だいたいねこううまくこうカールできなかったりするので、まあ、ちょっとずつ取った方が成功しやすいかなと思います。ちょっともうね両手使っちゃってるので、鏡代わりにカメラのモニターを使っちゃってるんですけど、すいませんこんな感じです。はい、をバーって全部に全体的にやっていきたいと思います。結構黒髪になってからはこのヘアアレンジ多いですね。まあ、黒髪ではないんですけど、黒髪っぽくなったので、この髪色でね上でお団子とかしちゃうと結構子供っぽいっていうか、なんかこうハッピーな感じになるのでそうだから下ろしてることが最近は多めですね。巻いて下ろしてっていう感じがしっくりきます。今年の冬はちょっとダークめなカラーで攻めようかなと思いつつ、次はもうどうしようかなとか考えてるんですけど美容室とかネイルとかもう常に次どうしようかなって考えるのが楽しいみたいなとこありますよねまあ雑談しながらねゆるく巻いていこうと思います。そういえばシュウ・ウェムラのコフレもね無事気になってたリップは変えて、あとアイシャドウパレットもねなんとお友達が予約してくれててサプライズで、そうなんです、なのでくれるそうです、プレゼントしてくれるそうです。お返ししなきゃ。やっぱりコスメ好きな友達がいると最強ですねまあそんなに多くはないんですけど、コスメ友達もしっかりいますで全部内側に入れるんじゃなくて、外側にこう出るやつとかも作るといい感じにねこうまばらになって可愛いと思います。はい、まあ適当に巻いていきます。本当はねピンとかでこうブロックごとにね分けた方がやりやすいと思います。私はそこまでね絶対全部巻かないとっていう感じじゃなくて、まあふんわり巻けてればいいかなぐらいなので、ブロックにして分けたりとかはしないです。こういうのって慣れですよね。そんなにうまくいかなかった時は結んじゃったりとかしても可愛いし、うまくいったら下ろせばいいしぐらいな感じで、はい、挑んでます。まあ、基本後ろの方は巻きづらいんですけど、どうにかこうにか巻いてない子たちを探して前に持ってきてあげて巻く。女の子って大変ですよね。まあ、でも男の人もセットとか大変なのか。こんな感じでアバウトにやっていくと、大体巻けてないところが なくなってくるんですけど、まあ、なんとなく一回やってあげたりとか、
薪にルールなんてないので適当にやっちゃいます。でたまにこういう風に違う巻き方してみたりとか、はい、くるっと巻き、この巻き方も結構好きです。こうやってこれはストレートアイロンじゃないからできる技なんですけど、くるくるってしてこう取りながらやっていくやり方、これはウェーブ巻きとは言わないんですけど、こういうのをちょっと混ぜてあげるとボリュームがより出て可愛くなります。まあね、本当に巻き方は人それぞれなので正解はないので、本当に好きでいいと思うんですけど、私は時間がある時をこうやってたまに違う巻き方を入れてあげるとこうちょっとこう出たりとかして、それも可愛いかなと思ってやったりもします。よいしょ。でまあ最悪ちゃんと巻けてなくても下がねクリンってなってたら巻いてる風に見えるっていう説はあるので、下だけチェックしてあげて、あ巻けてないなっていうのがあったらくるっとしてあげるだけでいいと思います。こんな感じかな。はい。で前髪は本当はもっとちっちゃいコテでやった方がいいと思うんですけど、こっちのね丸い方で今日は軽くふわっと、あんまりねクリンってやると結構暗い髪色にしたらね子供っぽくなっちゃうので、ほんとちょっとで大丈夫です。はい、こんな感じでいいかな。もうちょっとだけ、もうちょっとだけ、髪の毛って難しいですね。なんかこうグリグリやればいいってもんじゃないですしね。はい、こんな感じで OK です。見てください、カップも冬仕様にしました。しましたっていうか去年買ったんですけど、はい、今年もこの冬っぽい感じのカップを使ってきます。私が今使ってるオイルがこの O っていうねとっても可愛い瓶 のオイルを使ってます。結構もうすぐなくなりそうなぐらい使ってます。これねすごくとろっと してるんですけど、ベタベタすぎずちょうどいい質感です。で両手につけて髪の下あたりからふわふわっとつけてあげます。結構今日は今手に出しすぎたかなって思ったぐらいつけちゃったんですけど、まあ馴染むから大丈夫かな。で前髪も撫でてあげる感じでつけます。でちゃんと奥側にも浸透させてあげた方が束感が出て可愛いです。こんな感じ、ちょっと濡れてるっぽい感じになります。これで私のヘアアレンジ完成です。まあここからね結ぶ日もあればこのままな日もあって、はい、っていう感じですね。最近はでも本当に下ろしてることが多いです。楽だし伸びてきたし、このままでもいいかなっていう感じです。ウェーブ巻きなのでストレートアイロン持ってる方は誰でもできるのでね、なんかリップが結構取れてきちゃってますね。メイクも終わってるんですけど、今日使ってるリップはセルボークの16番、もう若干取れてるけどを塗ってました。こんな感じで完成です。はい、まあ今回はね喋りながらゆっくりやったんですけど、もっとね朝とか急いでる時はもうピッ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 ってこう動かして簡単にねサラサラやっちゃうので、本当にこう5分10分ぐらい、10分かかんないかなぐらいで毎日セットは終わらせてます。ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。ということで今回は私のウェーブ巻きの紹介でした。今回もご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。